皆様こんにちは。 SBI 証券クオンツ ESG アナリストの畑野です。本日のカリスマに聞く ESG 経営では、味の素グループの人的投資に関する取り組みについてお話をお伺いしていきたいと思います。本日は味の素株式会社グローバル財務部 IR グループの上田美穂様をお招きしております。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日の流れは、ウェビナーの趣旨と ESG 投資についてご紹介した後、上田さんからお話をお伺いするという流れになります。よろしくお願いいたします。はい、カリスマに聞く ESG 経営セミナーシリーズでは、ESG への取り組みや投資に関連する分野の注目企業やプロフェッショナルをお招きし、ESG に関して投資家の皆様に理解を深めていただくことを目的としております。当セミナーでは上場企業を、取り上げておりますが、 SBI 証券は特定の有価証券の売買、その他取引などの投資勧誘や個別銘柄の推奨などを目的としておりません。東証プライム上場企業で定量的なスクリーニングのもとに抽出した企業の中から、詳しく人的投資や ESG 経営についてお伺いするため、企業の IR の方をお招きしております。はい、で、ESG について知ってらっしゃる方も多いかとは思いますが、ここで簡単におさらいをしておきたいと思います。ESG とは環境、エンバイロメント、社会、ソーシャル、企業統治、ガバナンスの頭文字を取った新たな投資の潮流であります。環境、気候変動、人権問題などの社会課題への対応がますます求められる時代に、配慮ができない企業は投資の観点からリスクが高い可能性があるというふうに言われております。また、企業の持続可能な長期成長を目指す上でもこれらに配慮し、企業統治に融合していける企業は経営基盤の強化につながるとも考えられています。はい、それでは本日の講師上田さんのご紹介です。上田さんは2007年に味の素株式会社に入社され、営業のご経験を得て現在のグローバル財務部 IR グループに所属されておられます。上田さんがご担当されてこられた調味料、食品、食用、家庭用製品はまさに我々の食生活に欠かせない重要なものですね。昔のように出汁から作って家庭の食事を用意するなんていうことを考えると、味の素さんの調味料というのは革新的に家庭の家事の効率を高めてくれたと言えますし、豊かな食生活も提供してくれているかと思います。また、最近ですと日本のみならず、天皇皇后がインドネシアを訪問された時にも、脚光を浴びた雅子さんですね、の商品もまた現地で愛される味の素さんの調味料でした。そこで上田さん、教えてください。味の素さんの商品を使って作るおすすめ料理はありますか？はい、ありがとうございます。私はよくスープ、いろんな和洋中のスープを作るんですけれども、その際には本だし、コンソメ、ガラスープといったようなですね、皆様目にされたことがあるかなというふうに思うんですが、そういった調味料をよく家では使います。で、一方時間がない時っていうのもよくあるというふうに思うんですけれども、その時はですね、もう冷凍食品が大活躍。わかります。美味しいですよね。はい、当社も餃子を中心にいろいろな冷凍食品を扱っているんですけれども、餃子はですね、水なし油なしで本当にフライパンに置いて蓋をするだけでできるというような、これは便利ですね。洗い物も楽ですね。子供も含めてすごく喜ぶというような商品になっていますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ではですね、味の素さんについてもう少しですねご紹介させてください。私のですね、ご紹介している分析の中で、健康経営企業、ここをですねたびたび紹介してきました。前回のカリスマに聞く ESG 経営では今時の人材投資経営戦略を紹介しております。その健康経営銘柄、また健康経営優良法人でありますが、こういった取り組みをしている企業というのは人手不足の経済で、人材確保でしたり定着率、労働生産性の向上において、優位だと言われております。また、ホワイト企業というふうにも呼ばれて働きやすい職場環境を提供する企業として、ブランド価値を高められるといった点にも注目されます。さらに社会 ESG の S 社会の運営の強化というのは、従業員に対するコミットガバナンスの向上としても期待できるというふうに言われております。はい、健康経営の評価でありますが、まずは基礎的には法令遵守リスクマネジメントを基盤に4つの軸、そのベースの上にあります一番上からですね、経営理念方針組織体制制度施策実行、そして評価改善というですね4点があるかと思います。まさにこれらの観点から労働効率や投資や危機管理ですね、経営課題に掲げている企業というのは、ガバナンスでしたり社会においてレジリアント耐久性が高いというふうにも考えられます。私の定量分析からはこうした企業で特にてっぺんにあります経営理念方針の部分がですねしっかりできている企業のパフォーマンスは高いとアウトパフォームするという結果が得られております。はい、この右側のパフォーマンスは、そうですね、いわゆる健康経営の評価が中間点にあってですね、その中でも経営理念が高い企業、低い企業、高い企業を赤色で、低い企業を相対的にですね、低い企業を黒で示してパフォーマンスをバックテストしたものであります。なかなか非財務情報だけでこれだけですね高いパフォーマンスを得るというのは難しいわけですが、これほどにリターン格差になって現れてくるというのは、企業の期待値の変化というのは経営者のコミットメントが大きく影響しているのかもしれません。はい、こういったスクリーニングでですね、味の素さんも去年の段階でですね入っており、ぜひいろいろとお伺いしたいと思いましたのが今回のきっかけにもなっております。はいですね、我々が毎回ですねこうして、見ております、コンセンサスデータですねビッグデータでさまざまな格付け機関が出す評価をですね平均化させたようなデータでありますが、これをご覧いただいてもですね、これは社会が98点ですね国内でありますが、グローバルでレベルで見るとさらに高くて99点と、いわゆる世界トップレベルというふうに言えるかと思います。いわゆる世界に誇れるモデル企業を社会のモデル企業といったところで、従業員の健康から人と社会の健康まで幅広く取り組む味の素さんの人的投資について詳しくお伺いしたいと思います。はい先ほどお話しした通り、味の素の商品というのは日常の食生活に必ずある存在であるかと思います。こうした先ほどもご紹介した通り、非常に社会の評価が高い企業グローバルトップランクというところにある味の素さんがですね、今何を重視されて、今後はどのような経営成長戦略を掲げているのか、ぜひこれらの2点教えていただければと思います。御社の SDGs 社会との関係性、そして企業の概要と成長戦略について教えていただければ幸いです。では上田さんよろしくお願いいたします。はい、皆様改めましてこんにちは、味の素の上田と申します。今日は畑野様のご質問も踏まえながら味の素グループの人材資産に関する取り組みを通じた企業価値の向上。そういうテーマについてお話をさせていただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日の内容です。まず味の素グループの概要と今後の成長戦略について簡単に触れたいというふうに思います。味の素グループは今から110年以上前の1909年に創業をいたしました。グローバル各地で事業を展開しておりまして、今では130を超える国地域で製品を提供しているという形になります。皆様当社は食品のイメージがかなり強いかもしれないんですけれども、それ以外にもヘルスケアですとか電子材料ですとか、さまざまな事業を展開しておりまして、研究開発に関わる要員の数が1700人を超えている、そういうところも一つの特徴かなというふうに思います。こちらの先ほど畑野様のお話にもあった社会とのつながりというところとまさに関係をしているかなというふうに思うんですけれども、創業の志になります。味の素は食を通じた社会への貢献というところからスタートをした企業です。19世紀の末にドイツへ留学をした池田菊内博士という方が日本人と比べてですね、ドイツ人の体格ですとか栄養状態が全然違う、とても良いということに驚いたということがあります。で研究を進めていく中で昆布だしの中にあるうまみ成分、今ではもううまみっていう言葉当たり前だと思うんですけれども、当時はこれを初めて発見し、これを使ってぜひ日本の当時はまだ粗食だったと思うんですけれども、それを美味しくして栄養状態を改善したい、そういう強い思いを持ちました。でその思いにですね強く共感をした実業家の鈴木三郎介が世界で初めてこのうまみを味の素というふうに製品化したというところが味の素グループの始まりになります。でこの創業の志は今までも脈々と受け継がれてきておりまして、現在は事業を通じた社会課題の解決による社会価値と経済価値の創出、これを味の素では ASV 味の素グループクリエイティングシェアードバリューというふうに呼んでいるんですが、こちらを掲げて従業員一丸となって ASV 経営を進めています。味の素グループは2023年度新たなグループビジョンを定めました。アミノサイエンスで人、社会、地球のウェルビーイングに貢献するというビジョンです。このビジョンの下で10億人の健康寿命を延伸する、また 50% の環境負荷を削減する、こういった2つのアウトカムを掲げて取り組みを推進しています。今申し上げたアミノサイエンスという言葉なんですが、これは味の素が作り上げた言葉でして、味の素の独自の強みが詰まっている言葉になります。アミノ酸の働きに徹底的にこだわった研究プロセスや実装化プロセスから得られる多様な素材、機能、技術、サービスの総称を指しています。またそれらを社会課題の解決やウェルビーイングの貢献につなげていく味の素グループの独自の科学的アプローチすべて、これを網羅した言葉というふうになります。このアミノサイエンスを生かして大きく分けますと、食品系の事業とアミノサイエンス系の事業、この2つを展開していると、そういう形になります。こちらは事業利益とポートフォリオの変遷になります。味の素はアミノサイエンスによる競争優位性を築きながら事業ポートフォリオを随時進化させて、これまで右肩上がりに成長を続けてきました。今では食品系事業とアミノサイエンス系事業の事業利益の比率ですね、こちらが2対1という割合になっていまして、またエリア別で見ていきますと、日本よりも海外の方がすでに多いと、そういう構造になっています。はい、それでは先ほどから申し上げているその食品とアミノサイエンス、こちらの事業の中身について少しご説明をしたいというふうに思います。食品系事業はですね、皆様にもご愛顧いただいているのではないかと期待しておりますが、本だしやクックドゥ、それからカップスープ、また先ほども少しご紹介させていただいた冷凍餃子など、そういった製品を特に国内で扱っており、海外においてもですね、世界で共通のブランドとして味の素というこのうまみ調味料は発売をしているんですけれども、これをはじめとしてさまざまな調味料も展開をしています。さらに餃子は国内だけではなくてですね、海外でも今非常に人気が上がってきているという製品になります。アミノサイエンス系の事業はですね、こちらは当社の強みが発揮できる分野に集中して取り組んでいるという形になります。例えば一番上の医薬用食品用のアミノ酸ですが、こちらはグローバルでナンバーワンのシェアをいただいているという形です。また真ん中の医薬品の開発製造受託、こちらは CDMO というふうに呼んでいるんですけれども、こちらの分野においてもアジフェイズというような当社の独自のかなりユニークな技術を生かして今市場としても大きく成長してきている核酸医薬の事業などに取り組んでいます。でさらに一番下にロールのようなフィルムのようなものがあると思うんですけれども、こちらは電子材料の事業になっておりまして、パソコンやネットワーク、それからサーバーですね、そういったものに使われている半導体のパッケージ基板、これは必ず入っているものなんですけれども、その中に存在する絶縁材、絶縁フィルムとして圧倒的なグローバルのシェアを頂戴していると、そういう形になります。このような事業のもとですね、2030年度に向けましては年率約 10% 以上の高い利益成長を目指していきたいと、そういうふうに思っています。このドライブとなりますのは、この図の右側の方にお示しをしています4つの成長領域における成長です。つまりヘルスケア、フード&ウェルネス、そして電子材料の ICT、また最近耳にすることも多くなったかなと思うんですけれども、プラントベースとプロテイン、そういったものも含んだグリーンの領域、この4つに成長をシフトさせていく、そういうことで成長を実現させていきたいというふうに思っています。これによって2030年の利益構成比なんですけれども、食品系とアミノ酸エンス系の事業の割合が今後1対1になっていく予想でおりまして、これはまた非常にユニークな構造を持った企業になっていくんではないかなというふうに私自身もワクワクしているところです。2030年に向けましてさらなる成長、そしてチャレンジを後押しするべく、味の素は ASV 指標というものを設定いたしました。この ASV 指標は当社が事業を通じて得た財務パフォーマンス、これを示す経済価値の指標と、提供また競争したい価値に基づく社会価値の指標からなる、この2つからなる指標になります。またこの指標達成に向けてはですね、全ての源泉である無形資産の強化、これが必須というふうに考えておりまして、これによって企業価値の向上へつなげていきたい、そういう思いで経営を進めています。はい、こちらが実際の ASV 指標の内容になります。ROE、ROIC、オーガニック成長率、そしてキャッシュの創出力を示す EBITDA マージンが経済価値指標として設定をしています。一方で環境負荷 50% 削減、そして10億人の健康寿命の延伸、こちらが社会価値指標として設定をしているものになります。また無形資産としては2つ指標を設定していまして、従業員のエンゲージメントスコア、これは後ほど少しご紹介をしたいなと思うんですけれども、それとコーポレートブランドの価値、この2つになります。これらを実現していくことでですね、2030年度には現状の約3倍の EPS を達成していきたいと、そういうふうに思って今取り組んでいるところです。ありがとうございました。アミノサイエンスという言葉は味の素さんが作られた研究分野というか領域ということだったんですね。はいはい、アミノ酸とうまみ成分というふうに理解しておりましたが、食品から、はい、医療まで、幅広く研究を広げていく余地があるんだなと、非常に、興味深く拝聴させていただきました。そうしますと創業時からですね、事業を通じた社会課題の解決による社会貢献と経済価値の創出と掲げてらっしゃるということでありますが、今後ですね、成長と企業のストーリーというところで、ぜひ今度は企業の人材投資について教えてください。誰もが働きやすい職場環境、多様な価値観の受け入れとして多様性の議論があるかと思います。あとは人材投資についてすいません、そこと人材投資についての方針、そしてそういったことを対応することによって生まれる期待効果、これらの点についてですね、ぜひ教えていただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。それではご質問は人材というところだったかというふうに思うんですけれども、少しこう欲張ってですね、人材も含めた無形資産についても合わせてご紹介をしていきたいなというふうに思います。ここでですね、一度その先ほど申し上げた ASV、これを生み出していくためのプロセスを少し紐解いてみたいなというふうに思います。当社はその経営戦略のベースとしてサステナビリティ、これをですね軸に一本据えておりまして、さまざまな外部の視点を取り入れながら当社としてのありたい姿と外部環境の変化を見つめて、味の素グループとして解決していきたい、解決すべき社会の課題を設定しているというところがまずございます。でこれに対して企業の源泉である無形資産、これを強化して、それによって事業活動においてのイノベーションを生み出し、課題を解決していく、その結果経済価値と社会価値が生み出されていく、そういう思いで経営を進めております。で今その無形資産の強化と申し上げたんですが、味の素グループの無形資産としては、技術資産、人材資産、顧客資産、組織資産の4つが重要というふうに捉えています。無形資産は変革の源泉となるものなんですけれども、その中でも特に先ほどもご質問でいただいたその人材資産というものは、やはりですね全ての無形資産の価値を高める原動力になるものだというふうに当社では考えています。人材資産の強化が企業価値向上の根っこにある、そういうイメージで進めているというところです。というところで、ここからはですね、ぜひ当社の人材戦略についてお話をさせていただきたいというふうに思います。まず大きな考え方なんですけれども、真ん中に「志」というふうにありますが、この志に共感をする社内外の仲間がお互いに対話をすることで、志の醸成、それから共感を促進させる。また同時に多様性と挑戦を加速させる、そういうことでイノベーションを生み出すことが可能になるというふうに考えています。でこれが従業員の働きがいの向上につながって、そして ASV の創出につながっていく、この一連の取り組みを繰り返すことによって人材資産そのものの強化も図っていく。そういうふうに考えておりまして、これが味の素グループの大きな人材戦略の考え方とご理解いただければよいかなと思います。そして今申し上げたその多様性、挑戦、それから志の醸成、共感、それぞれにフォーカスした取り組みというものを味の素では積極的に推進をしています。でこれらの取り組みをこちらの表の右側にあるですねASV を実現していく際のプロセス、こことしっかりと結びつけていくことで従業員のエンゲージメントの向上につながっていくというふうに考えておりまして、これが ASV につながっていくというふうに思います。でなおこの従業員のエンゲージメントについては、先ほどASV 指標の中でお示しをした中の一つの要素となっておりまして、現在では 75% なんですけれども、これを2030年度には 85% 以上にしていきたい、そういう思いで進めているところです。はい、でここから多様性、挑戦、そして志の醸成、共感、それぞれの取り組みについてお話をしたいと思います。はい、まずはご質問にもズバリいただきました多様性についての取り組みです。で多様性とは性別、国籍などの属性、それから専門性ですとか、今までの所属部署ですとか、そういった経験、能力など、いろんな要素があるというふうに思うんですけれども、こちらは女性のキャリア推進についてのスライドになっています。日本ではですね、やはりグローバルで見た際にまだ女性のキャリア志向が進んでいないと言われることが多く、当社もまずは管理職に占める女性の割合が 30% になるように、これは最低限かなというふうに思いますけれども、この達成に向けてさまざまな手を打ってきているところです。具体的には女性の登用に向けたパイプライン、これを強化するために各階層に対してのアプローチを進めています。一番ベースにはこの図にもありますように全従業員に対してのアプローチとしてアンコンシャスバイアスに対する研修を行っています。その上で初期のキャリアステージの方には組織風土の醸成というものも目的にしながら、上司もですね同席した状態で一緒に自身のキャリアを考えていこうと、そういうプログラムを組んでいます。でもう少し先のステップのキャリアの方になりますと、手を挙げて選抜型のリーダー研修、かなり内容はハードというふうに聞いておりますが、こういったものも用意をしています。そして実際に管理職になったその層に対しては個別のメンタープログラムを丁寧に用意しておりまして、さらなる能力開発を進めていくと、そういうステップになっています。余談ですが、私もこのメンタープログラムは実は受講したことがありまして。普段の業務ではなかなか接することのないマネジメント層の方とペアを組ませていただくという形になるので、何回かにわたって深い対話をするんですけれども、マネジメントとはというあるべき姿、一回自分の考えがクリアになった状態で、そういうものを一緒に考えながら、かつ自分のキャリアも重ねて、今足りていないものは何なのか、そういうところをですね紐解いていく、そういう研修になっていまして、非常に有効なプログラムだなというふうに体感をした経験がございます。このようなさまざまな取り組みの結果ですね、まだ30% に向けては道半ばではあるんですけれども、下の表にありますようにジェンダー間におけるキャリア形成に関する意識のギャップですね、こちらは着実に埋まってきているなというふうに思っておりまして、引き続き取り組みを進めていきたいと、そういうふうに思います。続いて多様性のもう一つ要素として人材のクロスセクションについてです。過去の事業経験ですとかバックグラウンドの延長で自分のキャリアを描いていくというのは、よくあることかなというふうに思うんですけれども、それに縛られるのではなくってあえて異なる領域へ人材を配置していく、それによって新たなイノベーションが生まれるというふうに考えておりまして、当社ではですね、どこにどのような専門性を持った人材がいるかということをシステムも活用しながら今見える化をしておりまして、積極的に人材の融合を進めているという形になります。でこれは現場レベル、若手レベルだけではなくって、例えば今食品系事業の本当にトップの方はずっとアミノ酸姿を歩んできた人材が担っておりまして、逆にアミノ酸系事業のトップはその逆で食品畑がずっと長かった方、そういうですねユニークな体制をとっているという形でして、すでにそこから多くの新しい取り組みが今スタートしているなと、そういうふうに思います。また当社では専門性を重視したキャリア採用、よく一般的に中途採用という言葉を用いるかなというふうに思うんですが、こちらを近年ですね大変強化しています。経営戦略に沿った形でさまざまな領域で採用を進めておりまして、現在では従業員の 10% 以上、こちらがもうキャリア採用というふうになっています。ちなみに私の所属する財務部門ではメンバーの半分近くがですねもうキャリア採用という形、そこまで来ておりまして、そうなるともはやもうキャリア採用が別に珍しいということは感覚として全くなくですね、当たり前の風土が出来上がってきているなというふうに思いますし、やっぱりそれに応じて業務もどんどん高度化してきている、そのように実感をしているところです。今多様性についてお話をさせていただいたんですけれども、続いて挑戦に向けた取り組みの事例をご紹介したいというふうに思います。当社ではですね、過去から副業を積極的に認めておりまして、特に近年はここにチャレンジする人数が増加している傾向にあります。年代も20代から60代まで幅広いんですが、特に20、30代の、いわゆる若手社員のところで4割以上を占めるという形になっておりまして、やっぱり企業の挑戦する風土というものに大いに影響を与えているかなと、そういうふうに感じます。でこちらが実際の副業の事例になるんですけれども、本当にさまざまな分野での挑戦があります。こちらの写真に少し事例を載せておりますが、例えばですね、映画監督ですとか、あとサステナブルフラワーに関するものなど、本当にユニークな領域で経験を積んでいる人材も多くいるという状況です。その中でやっぱり目的としては個人の視野を広げて、新たな気づきを持って成長することで組織文化の活性化にも貢献する、こういうことを大変期待しながら進めている取り組みになります。また挑戦を促す別の取り組みとしましては、昨年度ですね、体験型の研修にも着手をしました。日本各地の食ですとか地球環境、こういった社会課題の解決に挑戦をしている現場を実際に体感しに行こうということで、20代を中心とした若手の多くの社員がこれも自分で手を挙げて自ら参画をしている取り組みになります。具体的に島根、それから香川、あと長崎ですねの離島に足を運んで、サステナビリティとは何かというのを改めて見つめて、未来のASV、 未来の味の素グループを自分の言葉で語ろうじゃないかと、そういう取り組みとして始めております。参加者すでに実際にもう帰ってきているんですけれども、それぞれ非常に多くの気づきを得たようでして、これからそれがどんなイノベーションにつながっていくのか、大変楽しみな段階だなというふうに思います。はい、さらに当社はですね、ネットワーク型の働き方へシフトをしていっています。これをまた所属している部署形にとらわれるのではなくて、挑戦するテーマによってさまざまなところから人材が集まって、お互いにアイデアを出し合って解決に導いていくということです。これも先ほどと同じく、やはり手上げですね、手上げ性に基づいているテーマが多くありまして、やっぱり積極的な挑戦する心、それから人材の融合によって新たな価値の創出が期待できる、そういう働き方かなというふうに思います。続いてもう一つの大きな塊、志の醸成・強化に関する取り組みです。志の醸成・強化に関しましては、対話というものがやっぱり非常に重要なポイントになるというふうに思います。味の素グループでは ASV や経営戦略、これに対する理解や納得に向けて、まず経営層との対話を非常に重視をしています。これまで社長の藤江はですね、延べ従業員 5,000 人と対話を重ねてきたという経験もありまして、社長だけではなく事業本部長ですとかさまざまなマネジメントの層の方と従業員が対話をしていくと、そういうスタイルをとっています。その上で各個人が設定をした個人目標、これについて自分の言葉で他の人の前で発表するっていう機会を設けておりまして、またそれをですね生かした取り組みを社内のSNS ですとか、あとは社内の起業家プログラムみたいなものも今あるんですけれども、そういうところに存分に生かしながら活動をしているという形になります。そしてそういう取り組みの振り返りとして1年間の最後にですね、従業員同士で投票をし合って、その年のASV アワードというものを決めるという仕組みを今まで作ってまいりました。昨年度の ASV アワードでは延べですね 17,000 票の従業員からの投票がありまして、まさに全員参加型の取り組みになっているかというふうに思います。そしてこれら一連の取り組みが十分に機能しているのか、それを ASV 実現プロセス、つまり従業員のエンゲージメント、ここをですね毎年しっかりとモニタリングをして評価をしてさらなる次年度の向上につなげていくと、そういう取り組みサイクルを回しているという形になります。そしてですね、このエンゲージメント、従業員のエンゲージメントと1人当たりの売上高、事業利益には相関があるということが分かってまいりました。エンゲージメントが測る項目というのは複数かなりの数あるんですけれども、その中でも志への共感、顧客志向、生産性の向上、これについてはこの図にもありますように具体的な相関関係が見られているということが分かっています。今引き続き検証は続けているところではありますけれども、このような結果を人材、それから組織のマネジメントに活用して継続した価値創出につなげていきたいと、そういうふうに思っています。大変貴重なお話をありがとうございました。イノベーション創出に対してどのような取り組み工夫をされていらっしゃるかといったところで非常に驚きましたのが、部門の違う方をトップにすることによって、いわゆる客観的な気づきがあったり、アイデアが出てきたりと、そういうような工夫をされていらっしゃるんですね。いや、大変勉強になりました。あと志の共感の取り組み ASV、アワードまでやってしまうと、皆さん発表されて賞を取ったりするとまたそれがやる気につながったり会社に、非常にいろんな取り組みをされていらっしゃるんですね。ありがとうございます。さて人的資本の開示につきましては、いよいよ上場企業には有価証券報告書に開示が義務付けられると、そういうような時代に入ってきます。コーポレートガバナンスコードの改定でも人的資本の情報開示、ここら辺も進んできている段階かと思います。ぜひこういった関心が高まる分野で会計や経営戦略の視点から御社の人材投資について教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、そろそろ最後のパートとなってまいりますが、人材投資の戦略について、お話をさせていただきたいと思います。人材の成長を通じてですね、企業価値の向上をしっかりと図っていくべく、まさに人材投資については積極的に強化をしていくという方針です。過去の6年間を3年間ごとに区切って比較をしていただいても、やっぱり大幅に投資額が増加をしているということがお分かりになるかと思います。またこれまでは人材投資といいますと、人件費など直接的にかかった費用を主にカウントしていたんですけれども、近年は従業員が研修などですね、そういったものに活用した費用などの機会費用、こちらも重視しておりまして、合わせて人材投資として見ていくと、そういうことで進めております。で、2030年度の ASV 指標、こちらの達成に向けて現状は1年間で約100億円。ここには機会費用も含んでおりますけれども、こちらの人材投資を今後30年に向けた8年間の累計で1000億円以上に拡大をしていきたい、そういう計画でおります。多様性挑戦、また志の醸成共感、こちらにぐっとフォーカスをして投資をすることで人材の成長を加速させていきたいと、そういうふうに考えています。もう一つですね、人材への投資という観点で昨年度初めて従業員持ち株会の加入者に対しまして特別奨励金、こちらの支給を決めました。企業価値を向上させていくためには、やはり株主投資家の皆様における価値を従業員の価値へつなげていくと、こういったことが重要だというふうに考えておりまして、味の素株式会社単体だけではなくって国内のグループ19社にも導入を広げた形です。施策を導入する前の持ち株会の加入率は 30% ほどだったんですが、導入後はですね 70% 以上まで跳ね上がりまして、施策の効果を今まさに実感しているところです。こちらは従業員の経営戦略への参画している意識、これの向上に加えまして、やはり従業員各自の中長期的な自律的な財産形成にもつながっていく施策になるというところで、昨年度から進めている内容になります。以上のような人材投資を通じたさまざまな取り組みで、多様性、挑戦、そして志の醸成、共感を加速させて人材資産の強化を図っていきたいと、そういうふうに思っています。これによって事業のイノベーションを生み出して飛躍的、そして継続的に企業価値を向上させてまいります。今ですね、従業員一人一人が非常にワクワクした気持ちで目標に向かってチャレンジをしていく、そういう風土が日に日に高まりつつあるなというふうに実感をしておりまして、これからがますます楽しみになっていくなとIR から見ていても感じるところでございます。ぜひ皆様、今後の味の素グループに引き続きご期待をいただければというふうに思います。最後、株主還元についてご説明をさせていただきます。株主還元は継続的に強化をしていきます。配当の大きな考え方として、まず一つは累進配当政策、こちらを導入しています。累進配当とは、業績が一時的に悪化をした場合でも現状の配当金を維持をするということを指しておりまして、減配を実施せず増配または配当維持の方針とするという内容です。そしてもう一つ、ノーマライズド EPS に基づく配当とすることも打ち出しておりまして、こちらは例えば減損損失ですとか、そういった一時的な利益変動の影響を受けにくい事業利益をベースとして配当を実施していくと、そういう方針にしております。昨年度は前の年と比較して16円の増配をしておりまして、今期も6円の増配をさらに計画をしているところです。また自社株買いにつきましても、事業環境ですとか金融環境、そういったさまざまなポイントを勘案しながらでございますが、機動的に実施をし、2025年度までの総還元選考は 50% 以上、こちらを目処として着実な取り組みを進めていきたいと、そういうふうに思います。株主優待につきましては、当社グループの製品詰め合わせのセットですとか、公益社団法人味の素ファンデーションへの寄付、これをご用意しておりまして、より長くより多くの当社株式を保有していただけるように充実化をさせてきております。2023年度は体験型のイベント、このようなものもできればということで、今選択肢として計画を進めておりますので、ぜひ引き続きご期待をいただければというふうに思います。はい、以上で私からのご説明を終わりにします。ご清聴どうもありがとうございました。上田さん、本日はたくさんの貴重な話をありがとうございました。これにて味の素グループの人的投資のウェビナーは終了とさせていただきます。本日は味の素株式会社グローバル財務部 IR グループの上田さんからのお話でした。皆様、ご視聴ありがとうございます。